熊本市民会館は、熊本県熊本市中央区にあるホール。熊本城に近く、熊本桜町はスターミナルから徒歩5分程度にある。愛称は、市民会館、シアーズホーム夢ホール。1968年に開館。大ホールは1591席収容で、有名アーティストのコンサートなども行われている。近年の老朽化に伴い、 2006年7月1日から2007年7月31日まで休館し13ヶ月間に及ぶ大規模な改修工事を実施。同年8月1日にリニューアルオープンした。ここでは前身となる公開堂時代についても述べる。なお改修に関しては主要なもののみ記述している。熊本市は老朽化による大規模な改修工事が行われているのに合わせ、 実現すれば、熊本で初となるネーミングライツを導入することを発表。しかしながら、一時募集に応募企業がなく、二次募集をする予定だったが、2007年8月1日のリニューアルに間に合わないことから二次募集は行われなかった。2008年2月12日、熊本市ホームページに、熊本市民会館ネーミングライツパートナー、仲介業務についてという書面が掲載され、 ネーミングライツの募集が再度行われた。2008年4月10日に募集結果が発表され、相乗大学等を運営する学校法人くんが、淵学園と契約を結ぶことが決定。2008年7月1日から愛称が相乗大学市民ホールとなった。契約期間は2008年7月1日から2012年3月31日までで、 年間1500万円での契約となった。県内初のネーミングライツ導入であったことから、当初は若干の意見があったが、徐々にその相性が浸透しつつあるようである。2012年4月1日からは、学校法人君が、淵学園が契約を2016年3月末まで4年間継続することになったが、相性が市民会館、総業大学ホールに変更されたほか、 年間契約料が1000万円に引き下げられた。2016年4月1日からは、熊本市南区に本社を置く、地場住宅メーカー、株式会社、シアーズホームが新たに契約を結び、愛称は市民会館、シアーズホーム夢ホールとなる。契約期間は2016年4月1日から2020年3月31日まで、年間契約料は1200万円。 ありがとうございます。